ヨーロッパ企画のブロードウェイラジオ。ラジオ。年はそれだよ。2024年もありがとう。はい、どうも、私ヨーロッパ企画で俳優をやっております、長野宗則です。そして藤谷莉子です。 KBS 京都、 RNC ラジオ、 CBC ラジオ、そして福岡ラブ FM をお聞きのお聞きの皆様、どうぞ今週もよろしくお願いします。違う、酔っ払ってるわけじゃないんですよ別に。今、まあ年末ですからね。そうなんですよ、いいじゃないですか、うん、いいですよ、うん、ねえ、大変な年でしたけどもね。まあ、そうですね、今年は、うん、うん、来年も分かりませんけどもね、はい、っていう、なんだかもう八方塞がりなとこありますけども、はい、それはタイトルコールぐらい突き抜けていきましょうよ、うん、そうですね、そのある程度のやっぱりゆるさを持ってね、うん、持ってね、そう、やっぱこう暮らし、僕は気づきました、2020年やっぱ暮らしでこういうね、僕らもずっとこの毎週やってるわけじゃないですか、うん、このラジオ、はい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 、こうやって継続していって、もう本当にこうライフワーク、そして生活ね、うん、日常ね、こういうものはね、やっぱいかにこう伸びやかに、抜けのある意識を持ってねやるのがいいんじゃないかなっていうね、はい、気がしてます。ということでね、お便り読ませてもらいますよ。お願いします、はい。これラジオネームヒロさんでございますね、はい、長さん、リコちゃん、こんばんは。いつかの放送でね、お二人がドラム式洗濯機セイロを購入したとお話ししてました。そうなんです、はい、暮らしに根ざした話がね、できましたけども ね、はい、私も最近ずっと気になっていたタブレットを購入し、電子書籍を通勤時間に読んでいます、はい、はい、というね、で長野さんもおっしゃっていましたが、コロナ禍で自分と向き合う時間が多くなり、そんな中で自分の好きなことややりたかったことに自然と挑戦できる日々になったなと。いいことですね。いいですね、うん、で振り返れば悪いことだけじゃないんだと感じています。わかります。私は今年はとにかく好きなものをこれだと思ったら作る一年でした。パン、うん、マスク、服、アクセサリー、キーホルダー、もともとちまちまと作業するのが好きでしたが、今年はいつも以上にちまちましていました。いろいろあった2020年でしたが、お二人を振り返ってみてどんな1年でしたかということですよ。リコさん、いかがでしたでしょうか。あ、うん、でもおっしゃるように本当に悪いことだけじゃなかったですね、やっぱりこうやって振り返ってみれば、うん、その、はい、そういう状況じゃなければ出会えなかった人にも出会えましたし、うん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 、いつもやってるお仕事とは違うお仕事も、うんうん、やってみたりだとか、なんか、うん、振り返れば、まあ、その渦中にいた時はね、まあ、今も渦中なんでしょうけど、うん、その、いわゆる緊急事態宣言中とかの時は本当に、うん、俳優という仕事についてやっぱり考えましたけれども、考えたよな、でも振り返ればね、うん、なんか実りある1年にはなったのかもしれません。はい、うん、何かが実ってる気がしますよ、これは、うんうん、もううちは緑がいっぱいですもん、あの園芸植物がはい、はい、いいことですね、それも本当に、うんうん、いや本当になんか、うん、いろんな興味も芽生えたり、最近では投資とかにも、はい、興味湧いてますからね、はい、もうあら、視野が広がりまくってますよ本当に、うん、そうですか、いいってことですね、はい、もう本当に良かったですよ、ね、はい、では次お便りいっちゃいますよ、はい、さこみさんの読んじゃうかな。今年もそろそろ終わりますね、本当ですね、うんうん、コロナの一年だったなと思いながらも、うん、こんな時代になったからこそヨーロッパ企画の生配信という素敵なコンテンツに出会え、うん、ラジオドラマコラボや世界の終わりかけと3コードの曲の演奏配信、パーソナリティシャッフルなどなど、ブロラジに関わることや、京都陽気保安協会という生の舞台とはまた違ったヨーロッパ企画さんの強みを存分に生かした演劇に出会うことができ、うん、たくさんの元気をもらいました、うん、リアルで皆さんにたくさんお会いしたかったですが、ドロステの果てで僕らではイマスキャンペーンをやってくださったり、毎週生配信があったり、寂しさは少し薄れた気がします。
たくさんのファンの方がおっしゃっていますが、演者さんスタッフさん含めヨーロッパ企画さんがいてよかった、ファンでよかったと思える一年でした。本当にありがとうございました。泣けてくるじゃないかねえ、何ですかこれは、本当にもう、ね、素敵な、ヨーロッパ企画さんがいてよかった、そう思ってくださる方が一人でもいたっていうねことは嬉しいですよね。このお便りがなかったら、うん、ねこの気持ち味わえてないんだな、うん、いや本当に、まあ僕らもねやれることを探り探りで路面電車から劇をやったりね、なんか試行錯誤した1年でありましたけど、はいはいはい、でもまだ2021年も今までやったことのないようなことをやる1年になるんじゃないかなっていう心構えはあります。引き続きね、はい、そうなんです、まあ、また本公演一応予定、うん、しているんですけども、これもう本当に分かんない、はいはい、どうなるか本当に分かんない、うん、わかりません。演劇やりたい、本当に僕、うん、この前友達が来てみて、わ演劇やりてって思ったし、ね、うん、でも僕らが面白いと思うことは多分2020年やれたと思うし、うん、来年もやれると思います。それは信じてください、はい、お便りの続きございます、はい、カウントダウンも生配信での開催、うん、とっても楽しみです、うん、昨年初めて参加してからもう1年かという感じですが、今年はどんなことが催されるのか今から楽しみですということですよ。はい、そうなんです、カウントダウンイベントやるんです。これ生配信ですけど、まあおそらくでもゆるりとやるんじゃないかなっていう感じはしてますなるほど、12月の31日ですね。まあ僕らヨーロッパ企画生配信っていうのをずっとやってますけども、ね、4月からやってんだ、5月だっけな、もうね、緊急事態宣言4月からやってんですよね、うん、そうなんです、やっててもうずっとまあやってて、まあこのやっぱ年の仕事納めもやっぱこれでやりたいなということで、カウントダウン2020-2021 18年ぶりだよおうちで年またぎというタイトルの、カウントダウンを18年ずっとステージに立ってたんです、この12月31日は。すごい集団ですね、うん、本当に本当にね、もうやらずに折れない体になってしまいまして、うん、これは22時から、夜中の1時ぐらいまでやろうかなっていう、年越しして1時間ぐらい、はいはい、うん、はいはい、やろうかな。まだ内容はねぜひホームページチェックしてみてくださいよ。ぜひ、はい、やりますのでね、うん、まあ、何やるんだろうね、うん、もう中川さんに俺のラジオやってもらおうかな、もう。あ、いいじゃないですか、うん、ぶち抜きがいいな、ね、うんうん中川さんのカウントダウンですけどね、もうそうなるとね、じゃあ最後にこれ読もうかな。これ栗ごはんさんですかね、ラジオネーム、野々野さん、リコちゃんこんばんは。12月ですねと、今年もいよいよ終わりなんですね、ということで、役者さんたちにとっても大変な年だったと思いますが、現在のところヨーロッパ企画のメンバーの皆さんお元気に活動されているので安心しています。そして、ヨーロッパ企画の代表の上田さんのご長男ご誕生報告をおめでたく、とても嬉しいニュースでした と。コロナ禍のご出産までは大変だったと思いますが、母子ともに、パパもご健康とのこと、本当に良かったです。長野さんは上田ジュニアにもう対面されたのでしょうかというねお便りでございましたけど、うん、もう対面できてないんですけども、うんうん、はい、でもベビーラッシュでしたね、ヨーロッパ企画は。本当ですね、土佐和成、役者の土佐和成、はい、そしてドロステの監督の山口純太、はい、はい、そして諏訪正志、ヨーロッパ企画の俳優、はい、でね、先ほどお便り上田誠でしょ、はい、で役者の本田力、はい、5人、はい、みんな同級生ですか。みんな同級生です。すごい、ユニットできますよねこれね。ユニットで5人グループができちゃいますけど、ヨーロッパ企画ジュニア、うん、はい、できましたねこれね。なんでもできますね、うん、いや僕らも描けるドラマの幅が広がりましたよこれでね。子役ちゃんがね、うん、子役様はいらっしゃいますんでねまあ本当にね、コロナ、まあ、暗い気持ちになった一年でもありました、もちろん、うん、もちろんですけども本当にう、ね、こういった、うん、新たな希望の光も指す、未来へのね
この、はい、バトンを渡すの子供たちが生まれてくれたということで、そうですね、はい、うん、希望ですね、はい、希望です、これ希望でしかございません、はい、はい、うん、だから決して、まあ、悲観することなく、きっとまあたくましく人類は成長していくということで、はい、そこら辺で手を打ちましょう。そうですね、そろそろ打ちましょうか、うん、妥協し合いましょうかね。しょうかね、なんか ね、うん、下向いてても仕方ないんですよ。ね、うん、そうなんです。うん、そういうことにしましょう。はい、よろしくお願いします。皆様もね、はい、本当に一緒にこのラジオを聞いてくださって1年間ありがとうございましたね。また来年もよろしくお願いいたします、ね。よろしくお願いいたします。はい、じゃあ僕ら、愛も変わらず新作のラジオドラマをお届けします。今年最後ですけども、はい、大阪市立大学商学部教授の、鉄五郎先生のラジオドラマ、中小企業エデュテイメントラジオドラマです。タイトルは問一でございます。それでは開演いたします。私の名前は三谷隆。大阪にあるプレス加工の町工場の社長。従業員は現在30名。10代の頃に金型工場で働き始め、以降いろいろな工場を転々とし、38歳の時に自分の会社を立ち上げた。今から25年前、会社の経営は今でこそ軌道に乗っているが、創業当時は厳しかった。でも今思うと、あの苦しい時代があったからこそ踏ん張ってこられたのかもしれない。そんな私が冬になると思い出すエピソードがある。創業して10ヶ月ほどが経った時のある夜、工場の残業を終えてヘトヘトになって帰宅した時のことだった。あ、ただいま。今日は疲れた。もう疲れすぎて、ふらふら、あが、雨もなんか回ってるし、お腹もペコペコや、ご飯用意して。何を家に帰るなら玄関に倒れ込んで伸びてますのや。あんたはん、三谷精密工業の三谷社長でんな。いや、はい、そうですけど。あんたが逃がした100万、返済期限が過ぎてまんねん。と一の利息つけて返してもらいましょうか。せやないと、多少手洗い追い込みかけさせてもらいます。いや、そんなお金借りた覚えないんですけど、そもそもそんなお金ありませんから、勘弁してもらえませんか。お父さん、ちょっと何本気にしてんのよ。よく見て。今の言うてたみゆきよ。あなたの娘のみゆき。借金取りはないで。せや、私やで。びっくりした。は？みゆき？ないや、もう疲れすぎてわからなかった。よかった。せやけど、いたずらやめてや。これはいたずらやないで、練習や。え？練習？どういうことや？もう、それは後で説明するから。はよ家上がって着替えて。今すぐにご飯用意しますから。創業当時はずっと残業続き、休みなんて何ヶ月もなし、で儲けも全然なし、独立したてで単価の安い仕事しか取れず、利益なんてなかった。毎月の売上から従業員2名への給与を払い、家賃を支払い、借入金の返済を済ますと手元に残るお金はごくわずか。私の給料としてもらえるお金なんてないに等しい状態だ。ないない尽くしで仕事付け。まさに貧乏暇なしとはこのことだった。ああ、なるほどな。さっきのは要するに今度学芸会でやるお芝居の練習やったよな。せやけど普通のよくあるお芝居ってちゃうで。うちの担任の先生がな、ビジネス教育も兼ねたお芝居をやろうって言い出して自分で脚本書かはってん。東の帝王っていうタイトルのお芝居やねん。え？東の帝王？金融業を営む千田金次郎っていうダークヒーローが東大阪を舞台に活躍するっていう物語やねんで。お前、それは明らかに南の帝王のパクリやないか、それ。千田金次郎も万田金次郎も、なんかもじってるし、それ。ん？南の帝王？私は知らんわ。ああ、まあ、それは小学校5年生の子は、まあ知らんわな。せやけど、大丈夫か、そんなハードな感じのお芝居を小5にやらせて。さっきの、問一とは言うてたしな。なあ、問一って何？え？お前、知らんとさっき喋ってたんか？うん。問一言うんはな、10日で1割の利子がつくってことや。え？どういうこと？
だから具体的に言うたら、こう、100万円を借りた人は、10日後には110万円を返さなあかんってことやねん。せやから、トイチでお金貸した人は10日で10万円が儲かるってことになるんや。10日で10万円それはすごいな。千田金次郎すごいな。いや、まあ、すごいけど、ほんまはあかんことやねんで、そんな高い利息は。まあそこはお芝居やからな。でも千田金次郎は人助けもすんねんで、お金に厳しいけど情にも熱い人なんや、千田の金ちゃんは。千田の金ちゃん？私は千田の金ちゃんの役をほんまはやりたかってん。でもな、金ちゃんは男の子やないとダメとか時代錯誤なことみんな言い出してな。結局私、借金する方の役になってもうた。はぁ、残念や。まあ、お芝居はな、まあ主役だけやなくて、脇役も大事やからな。もうそれはそれで、ええと思うで。うん。あ、せやお父さん、今から私の稽古に付き合ってや、台本の読み合わせしよう。今からだって、あれやで、お父さん、もうむっちゃ疲れてるねんで。これからご飯食べるし、もう遅い時間やん、これ。子供もう寝る時間やん、ほら。ちょっとだけ、ご飯来るまでの間のちょっとだけ、お父さん仕事ばっかりで全然私の相手してくれへんやん。ちょっとぐらい付き合ってくれてもいいやん、なあ、お父さん。あ、まあ、わかったわかったわかった、もう、はいはい、もう、ちょっとだけやで。やったー。じゃあお父さんは台本のこっから金ちゃんのセリフ読んで。どれどれどれ。あ、ここね。はい、わかった。はいはい。はい、じゃあスタート。あんたはん、金に困ってんねやろ。この金持っていき。そんな見ず知らずの人に。遠慮せんでよろしい。金は。ちょっとストップ。カットカット。なんで止めんの。ちょっとお父さん、いくらなんでも棒読みが過ぎるわ。金ちゃんはそんなんやない。もうしゃあないな。私が金ちゃんやるからお父さん借金する方の役やって。それってみゆきの稽古になってんのかやな。まあいいからいいから、はい、行くで。よーい、スタート。あんたはん、金に困ってんのやろ。この金持っていき。そんな水知らずの人に遠慮せんでよろしい。金は天下の回りもんやで。おおきに、まるで仏さんみたいな人や。このご恩は忘れまへん。せやけどな、退治です。利子取りまんのかいな。しかも退治て。当たり前やかな。わしは東の金貸し千田健次郎です。ありがとう。みゆき、お前うますぎるやろ。何そのドスの聞いた声。お父さんも借金する方の貧乏人の役はめちゃくちゃうまいな。超リアルやったで。ちょ待て、それ褒め言葉なんかやな。あんま嬉しないな。じゃあ次ここのラストのシーンやろ。え、まだやんの。はよやるで。はい、よーい、スタート。あんたが巻き上げられた金、わしがきっちり取り立てましたさかい、確かに渡します。せんだ、なんでそんなことを。これを元手に、あんたはんにきっちり稼いでもらいます。わしの借金返すために、しっかり働いておくなはれや。せんだ、おきれい。ありがとう。お父さん、貧乏人はやっぱめちゃめちゃうまいな。いや、だからそれ嬉しないって。こら、みゆき。あんたいつまで起きてんの。もう寝なさい。お父さん疲れて帰ってきて、これからご飯なんやから。ちゃうって、お父さんが貧乏人の役やりたい言うから私が付き合ってあげてんのに。いやいやいや、そんなこと言うてないで。ねえ、お父さんが元気ないからテンション上げてあげようと思っただけやのに、もうお父さんなんて嫌いや。僕の方？もう寝る。おやすみ。なあ、みゆきもな、難しい年頃になってきたよな、ほんま。今日も白菜鍋か。ごめん、高橋さん、またこれやねん。この時期白菜が一番安いから。ああ、いやいや、僕こそごめんな。そんな贅沢なこと言うたらあかんよな。ほら、食べるな、いただきます。さっきのみゆきのお芝居な、ほんまになるかもしれん。どういうこと？いや、高橋さんに心配かけんように思って、
今まで黙っててんけど、もう食費も捻出できんくらいにお金が底をついてしまって、ちょっとくらい利子の高いところでもいいから、お金借りな、直近の生活が成り立たへんかも。おい、そうやったんか。この稼ぎやったら、そらそうやな。せやけど、食費も払えんくらいにまでか。和子、ほんまごめんな。もうちょっとの辛抱やからってずっと言い続けてきたのに、未だに貧しい生活をさせてもうて。この辺が、あれやな、もう潮時なんかもしれんな。そんなん言わんとって。ようやく自分の工場を立ち上げて、ここまで頑張ってきたんやないの。もうちょっと頑張ろ。辛抱するから。ありがとう。せやけど、食費もままならん状況やで。いや、とりあえず、ちょっとぐらい金利高くてもいいから、どっかからお金借りよ。いや、それはあかんて。そんなんしたら利子がかさんでいよいよ返されへんようになるて。と言っても、金のあてはないけど。この金、使っておくなはれ。おい、みゆき？みゆき、まだ起きてたん？で、何よ、この封筒の束。お年玉や、中身見てもうてええで。お年玉？え、こんなに？すごいたくさん入ってる。そや、子供の頃からおじいちゃんとかおばあちゃんとかからもうてずっと貯めてきたやつや。食費くらいにはなると思うで。いや、それはさすがにあかんやろ。なあ、和子。いや、子供からお金借りるやなんて。私な、お年玉はずっと使わんと引き出しに貯めてきてん。せやけどな、先代の金ちゃんはこう言うねん。金は生き金にせなあかん。使い時を間違えたらあかんのやって。お父さんとお母さんが困ってる今が私のお年玉の使い時やねん。せやから、これ、食費に使って、な、お願い。みゆき。みゆき。ありがとう。ありがとうな。エリアさんでよろしい。金は天下の回りもんやで。じゃあ、大切に使わせてもらうな。ほんまありがとうな。せやけど、わしは東の帝王と呼ばれた千田金次郎や。この金は七一でかします。七一って、7日で1割の利息ってこと？高いな。おい、誤解したらあきまへん。あのな、七一っていうのは7日に1日は休んでってこと。お父さんずっと休みなしでお巣まで働いてるやろ。そんなん続けてたら倒れてまうで。せめて1週間に1日は休むようにしてな。それがこのお金を貸す条件や。僕の体のことを心配してくれてたんやな。ほな、これを元手にあんたにきっちり稼いでもらいます。しっかり働いておくなはれや。みゆきは、おおきに。ヨーロッパ企画のブロードウェイラジオ。この番組は京都のヨーロッパハウススタジオからお送りしております。はい、聞いていただきました中小企業エデュテイメントラジオドラマ、タイトルは問一でございました。脚本は大阪市立大学小学部教授哲五郎先生でございましたね。キャストも紹介しますね。このお父さん役ね、三ツ矢精密工業社長、私長野宗則、そして、その妻和子は武田亜希さん、そしてその娘みゆきは、藤谷理子でございました。はい、理子ちゃん、また引き出しをね、こじ開けて、開けていただきました。竹内力メソッドをやるというね。はい、はい、こちら、コメント哲五郎先生から届いております。はい、はい、読ませていただきます。お願いします。今回のお話は
大阪府八尾市にある従業員約30名の株式会社藤原電子工業の藤原社長の体験談をもとに書きました。あら、はい、実はっぽいですね。どうやら、藤原電子工業さんは八尾市を代表する中小企業でして、高い技術力を誇る企業として有名なのですが、1993年の創業当時バブル崩壊の影響もあって経営は大変厳しかったそうです。休みなしで働く毎日でしたが、単価の安い仕事しか取れず、毎月の家賃や借入金などの支払いが終わると手元にはわずかなお金しか残らず、ギリギリの生活が続いていました。食卓には毎晩安くて買える白菜の料理ばかりが並んでいたそうです。もうこれまんまじゃないですか。もう実は、ね、実はですね、実はなんですか、本当に。で、後に、藤原社長さんは奥さんから聞いて初めて知ったそうですが、苦しい家計を心配していた当時小学校こう4年生の娘さんがお年玉を生活費の足しにしてほしいと奥さんに渡していたそうなんですよ。いや僕さ、これマジでうるっときたんだけど、これラジオドラマやりながら、毎月の食事代として渡してくれて、ある時これが最後やでと言って渡されたと奥さんはおっしゃっていたそうです。その話がとても胸に染みまして、今回のラジオドラマを執筆いたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。なんだかこの歳末に聞いて、よりちょっとね、こうね、心がポッと温まるエピソードでございましたね。うん、いやこれ哲五郎先生どんぐらいこういうエピソード持ってるんだろうな。ね、膨大な量をお持ちなんでしょうね。それこそ実際に触れてらっしゃるわけですから。そうそう、あらゆる企業さんにこういったドラマがやっぱあるんでしょうね。うん、なんかね、昭和のメロドラマではなかったんです。これはもう実話だったんですね。そう、これまた本当にあった話。本当にあった話でございます。これちょっとまたエデュテイメントラジオドラマ、あとね2本あるんですよ。おー、はい、多分年明け、まあまあちょっと何らかの形でねお届けしたいと思いますので、はいはい、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ではエンディングでございます。冒頭でも言いましたけどもね、12月31日木曜日カウントダウンイベントが生配信でございます。はい、こちら18年ぶりだよお家で年またぎ、まあおそらくズームでね、それぞれの自宅からお送りするようなことになるのかなと思いますけども、詳細はぜひホームページチェックしてみてください。はい、そして年明け1月3日は、YouTube、 これフジテレビ系列で放送しているんですけども、これ1月3日の25時35分から放送しています。これネットされてない地域も TVer や FOD など、ネットで、無料配信の放送も見れますので、はい、ぜひチェックしてみてください。ここで、私の監督作品であります散歩というタイトルの短編映画が流れますのでね、うん、ぜひぜひこれチェックしてみてください。はい、はい、うん、といったわけで、宛先お願いいたします。はい、いつでもお便りお待ちしております。宛先は全部小文字で europe.broadway@gmail.com europa.broadway@gmail.com です。聞き足りなかった方はヨーロッパ企画のホームページをチェックしてください。はい、といったわけでヨーロッパ企画のブロードウェイラジオ2020年はこれにて終了でございます。はい、お付き合いありがとうございました。それでは良いお年を。はい、さよなら。さよなら。